男は戦線へ、牛後は女子供でと、我が夫我が親我が子を幾多戦場に送った農産漁村においては、老いたる者も幼き者も一斉に立ち上がってけなげな活動を開始しました。悠々とした大海原に囲まれて霊峰富士を背負ったこの静かな漁村にも、いつしか戦時気分はみなぎり、豊富に恵まれた海の幸を一つでも無駄にすまいと、額の汗を拭いながら休む暇なく働くのであります。また農村においても農繁期の労働力が低下して収穫の不足が考えられたのでありますが、留守を預かる者が全て戦場にある軍人のような尊い気持ちで勤労奉仕をすることによって、この問題を見事征服しました。山でも海でも自然は幾多尊い資源を我々に与えてくれます。この野ウサギの毛皮もやがて生成されて零下何十度という厳しい寒さから、我が忠勇なる皇軍将士を守る重い役目を務めるのであります。